潟に着きましたね。はい、着きました。久しぶりです。5年ぶりです。5年ぶりですか。はい、懐かしい感じがしますね。当時通ってたぶりってことですね。そうですね、そっから来てないんで5年ぶりです。実家とはまた別なんですもんね。実家とはかけ離れてますね。かけ離れて、はい、なるほど。じゃあ久しぶりの専門学校も緊張しますか。緊張します。楽しみと緊張の半分半分ですね。半分半分ですか。どうなってるのか、どれぐらい変わってるのか楽しみです。楽しみですね。実際に母校に行って、はい、当時の先生ともお話しできるっていうことで。そうですね。それも楽しみに。楽しみに頑張ります。頑張っていきましょう。はい。当時は何食べてたんですか。私はそぼろ丼食べてました。美味しいですよね。大好きでした、そぼろ丼が。こんにちは。こんにちは。今何やってるんですか。これはトレーニングクリームです。東京持ってくるの。カラーの練習。はい。カラーの練習もするし、カットもするしますね。はい。ママ何ですか。葵です。葵さん。サエです。サエ、はい、なんですけれども、美容家になる。私はエステカー、エステカ、美容家のエステティックコースなんですけど、美容家に入っているのはシェービングの技術の、加藤さん、質問です。習得に今の授業楽しいですか。最近なんか面白いことがありますか。自分は家が美容なので、もう床屋さんなんだね。はい、それで元から小さい頃からお手伝いしてたのを見て、すごいいい仕事だなって思ったのもあるし、あとは人を笑顔にする仕事も素晴らしいですね。いい魅力を感じてたので、それもいいなって思って、で地域に根付くみんなを笑顔にできる美容師になりたいなと思って。じゃあ渡辺さんと一緒ですね。その新潟で実家でやってるっていうのは。一緒で、私も長岡で親がそうなのを教えてて、それで一緒にやりたいなと思って、この美容の専門学校に来たのと一緒ですね。最初はね、全然自信がなくて、なんかいつもどうしようどうしようっていう顔をしてたかな。オーラとかそんな感じでしたね。そうですね、何もなんていうか、特に学生時代も考えずに生活してたので、こういう専門学校に入ってやることができて戸惑ってたんだと思います。僕の授業もそうなんですけど、高校の時までってなんか与えられたものとか課題みたいなものを解き方も含めてなんか授業だったと思うんだけど、僕の授業特にあんまりこうなんていうかな、答えをあんまり言わないみたいな、みんなでちょっと自分で考えてねみたいな時間が多いので、そうするとずっと考えてで手を動かしてみるみたいな授業が多いので、もしかしたら戸惑ったのかもしれません。ああいうスタイルとか、1年生は特にお題がない、課題がないので、好きなの作っていいよみたいな感じかな。これはワインドのやつ。ワインディングの今巻いてないですよ。
なんか、あー、こんにちは。こんにちは。唐揚げ、懐かしいですね。ポテトも今出てるんですね。そうですね。ポテト食べたことはある。あ、本当ですか。人気ありますよ。これ何ですか。イカフライです。すごい、冷たい。すごい、たこ焼きめっちゃ食べてます。たこ焼き大好き。これいいですか。はい、先生からのごちそうだそうです。あ、ありがとうございます。食べてください。いただきます。ありがとうございます。実際に当時のお弁当を買ってきましたね。はい、嬉しいです。もうそのまんまですね。そのまんまですか。はい、私が食べよく食べててそのまんまです。それちなみに何でしたっけ。これはそぼろ丼かな。そぼろ丼。そぼろ丼にマヨネーズがめちゃかかってるやつです。マヨネーズ。はい、じゃあ早速食べてみてください。はい、いただきます。うまいですか。おいしい。久しぶりに帰れてすごい嬉しかったし、街並みもすごい変わったので、なんか新鮮な感じで違うところに来てるみたいな。久しぶりに先生に会ったのはどうでしたか。活動しててください。そうですね、たくさんのお客様と、家族と幸せにしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。